この度はこのような賞を受賞でき大変嬉しく思います。ありがとうございます。いろんな人の支えがあってサッカーできてるっていうのを理解してまた頑張っていきたいと思います。来シーズンはとりあえず1年間通して怪我をしないでやるっていうのと目的だったり目標を、ぶらさないように頑張っていきたいと思います。まずこのような賞を受賞することができて、大変嬉しく思います。ありがとうございます。あとは、ずっとサポートしてくれた仲間や、先輩、スタッフに感謝したいと思います。来シーズンは、今シーズン全部出場できたわけじゃないんで、まず全試合出場することと、自分の課題であったり、弱みを、強みに生かしていけるようにしていきます。まずはこのような賞を受賞でき大変嬉しく感じてますし、支えてくれた方々に感謝したいと思います。個人としては得点やアシストの部分にこだわっていきたいですし、チームとしてはリーグ優勝を目指して頑張っていきたいと思います。この度はこのような賞をいただき大変嬉しく思います。ありがとうございます。この賞をいただけたのも、チームメイトやスタッフの方々のおかげだと思うので本当感謝しています。今年は本当に悔しい思いをしたので、この悔しい思いを来シーズンにぶつけたいと思います。